SJ タイプのお話、はい、ガーディアンヘルプメイトの紹介でございますと。本としましてはこちら、カーシー博士のプリーズアンダースタンドミー2、私を理解してよ。はいはいはい皆さん理解してますかね、本当に探求してますか、ちゃんと探求する必要がないんですよね、多分ね、はい、でしょうね、はい、したって意味ないですもん、まあ、社会で役に立たない、こんなの。そんなこともない気もしますよねもう難しい、みんなが難しい、はい、ごめんなさい。ラムジー夫人は言いました。暗い部屋に明かりを運ぶ看護師が泣きわめく子供を安心させるように、こうやって言います。それは現実であり、家は満員であり、庭には風が吹いていると断言した。どんなに深く埋もれようとも、高いところに登ろうとも、一瞬たりともこの家は彼女なしではいられないのだ。バージニア・ウルフ、かっこイギリスの小説家。伝統的で家庭的な後輩の役割、まあ、後輩の役割ですかね、を最もよく果たす気質があるとすれば、それはガーディアンである。SJ ですね。SJ ガーディアンは自分が良き妻であり、もしくは献身的な夫である、それに満足し、そこに誇りさえ持っていると。忠実で頼りになり、勤勉で巣作りに養育に、その全てに熱心なガーディアンは、結婚制度を含む全ての文明制度に強固な基盤を提供しますと、はいはい、なんか自分探ししなくていいんですかってそれは本当の自分ですかっていうのは、これは僕だけですかね、はい、はい、それ他の人は理解できないって理解なるほど、はいはい、ガーディアンコートシップ、ガーディアンの求愛。保護者 SJ たちは交際を始めるとき、これらの制度を非常に念頭に置いていますと。一般的に SJ はかっこ SP のように、 SP、はい、アーティザン、はい、のように刺激的でバラエティに富んだ交際をするためというより、社会的な活動に参加し、社会的な礼儀作法を練習し、家族の伝統の共同体を守り、最終的にはふさわしい伴侶を見つけるために他の人と付き合うのであると。このようにアーティザンと比較すると、ガーディアンを真面目すぎるとみなし、 SP の方が楽しいのは本当だろうかって疑問に思うのは簡単だ。しかしガーディアンも楽しみたいと思っていることを忘れてはいけませんと。はい、はい、ガーディアンは SJ の人たちはそうやってなんか一般的なことをする、はい、それは将来結婚生活するためにみたいな目標があって、はいはい、それをやるのが、その階段を登っていくのが楽しい、楽しみ、それを楽しみたいと思っている。それを手に入れるたびに楽しいのかもしれない。はい、SP さんはただ楽しい、はい、楽しむためエンジョイ、はいはい、なんか方向性の違いみたいな、方向性の違いは分かります。 何を楽しいと感じるかみたいな、で SP が、まあ、いわゆる楽しいって思われていることを楽しむみたいな感じじゃないですか。だから SJ はそれがなくて楽しいのって思ってるか感じるかもしれないけど、 SJ は SJ の楽しみがあるみたいなとこじゃないですか。ちょっと NF が顔出していいですか、はい、僕なんか昔思い出すとさ、はい、中学高校の時に、はい、あまり彼女、まあ、それはかっこ悪かったからっていうのもあるんですけど、はい、運命の出会いがここに来るはずないと思ってたんですね、はい、なんか小学校の時、はい、中学校に行くと、はい、あ可愛い子がこんなにいっぱいいるんだ、はい、で中学校の時ここに行くと、あ可愛い子がいっぱいこんなにいるんだ、はい、って思うと、うん、そういうのの連続だ、はい、だとすると運命の出会いがここであるわけない、はい、っていうので、はい、なかなかお付き合いできなかったんですよ、はい、以上です、はい、なんかタイプってある感じはしますね、まあ、タイプというか傾向というか、はい、まあ、そういうのはあると思いますよ。なんかどうしてもなんか運命、はい、運命なんですよ。でその運命が楽しいんですよね、きっと差が運命わかんないですけど運命なんですよ、はい、はい、で、戻ります。このガーディアンたちは社交活動を退屈なものと考える必要もありませんと。ガーディアンたちにとってガーディアンはワイルドなパーティーや際どいエンターテインメントにはあまり興味はないが、多くの人は人気の映画、教会や学校のダンス、遊園地、市民のアトラクション、動物園とかそういうモニュメント、または人気のレストラン、ヒットした演劇、
ロングランミュージカルにデートに出かけるのが好きで、楽しい時間を過ごすだけでなく、コミュニティの活動的で協力的なメンバーとして役割を果たそうとする。なるほど。危険な、はい、そういうハラハラするようなものはあんまり好きじゃないけど、うん、社会の一員であるっていうことが楽しいっていうことなんでしょうね、はい、うんうん、はい、このいろんなところに行っていろんな人がいて、はい、多くのみんなで構成している社会である、はい、私はそれを支えている一員だ、うん、っていうことに、まあ、安心を覚えるっていうのが心地いいのか、はい、っていう今認識でいます、はいはい、中でもより外交的な SJ の人たちはパーティーに行くのが好きであると。それは放蕩するためでなく、このわーって、はい、わっしょーいってやるわけではなく、はいはい、社交的に交流するためであると、うん、特別な日を祝うため、友人や同僚と付き合うため、ディナーパーティーやそういうレセプションなど、この社会的市民的イベントに参加するためであると。またお金をたくさん使うことを嫌う SJ だが、たまには本当に印象的な場所、この有名のホテルとか、そういったところでは王様になったような気分を味わうために、そういう時にはお金を使いますと。毎回わーいじゃなくて、はいはい、あ、もうここはそれを楽しむためにお金を使います、うん、だとそういうことをやりますと、まあ、計画的にじゃないですか。ご利用は計画的に、はい、な人、このようなフォーマルな場では女性の SJ はエスコートから伝統的な敬意の印、花やキャンディーを受け取ることを好むが、ごく普通のデートでもドアを開けてくれたり、椅子を後ろから押してくれたり、コートを着るのを手伝ってくれたりと、淑女のように最高のマナーを扱われることを期待している。同じようにガーディアンの男性も常に紳士的な振る舞いを心がけ、例えば彼女が部屋に入るときには立ち、夜の終わりには彼女をドアまで送るなど、昔ながらの礼儀を持ってデートに臨みますと。また SJ の男性は時間厳守、ディナーの予約、チケットの事前手配など一般のスケジュール管理に責任を持ち、偶然や気まぐれは一切許しませんと。一方 SJ の女性も時間厳守を好むが、服装や化粧の細部でギリギリまで騒ぐ癖があり、デートの時にこの階段の下でまだって言わせることが多いと、はい、社会活動に積極的に参加するタイプ、男女問わずモテそうと、うん、ああ、マメなんですかね、まあ、ちゃんとやる、ちゃんとできるってことですね、うん、そういう相手が喜びそうなことをちゃんとやるみたいなところじゃないですか。なるほど、まあ、その恋人に限らずですよね、いろんな人とつながっていたいみたいな、社会活動に参加したいじゃないですか。あ、なのでこうそういう母の日にはとか、なんかその敬老の日にはとかっていうのをちゃんとやって、ちゃんとみんなとつながろうとするみたいなっていう感じじゃないですか。なるほど、はい、うん、なんかこういうの読むと、はい、SJ じゃないんだろうなっていうのを感じながら、まあ分かんないですけどね、僕は自分探しが趣味ですから、はい、NF じゃないですか。で戻ります、すいません。ガーディアンの対人関係のエネルギーの多くはデートの社会的エチケットを守ることに費やされるため、この性的な探求をする余裕はほとんどありませんと。もちろん SJ にも好奇心はありますと。しかしこの性について決して気軽でも無責任でもなく寝まくるようなことはしませんと、いくらステディーな相手であっても行き過ぎることには慎重であると。 SJ はこの婚前交渉を道徳的に捉える傾向があり、あたかもこの低層感覚が低層を守るっていうことが善で、性行為というものが悪であるかのように考えると。彼らはまたこの婚前交渉を衛生の問題として、衛生っていうのは非衛生、衛生の衛生の問題としても語り、処女を純粋で清潔な人、あるいは汚れのない人と扱い、性的に活発な人を汚い人、ゴミのような人、汚れた人間と表現すると。SJ ガーディアンは自由恋愛や安い性体験に反対し、宝物を
鍵の下にしまっておくこと、まあ、宝物をどっかの下にしまっておくことや結婚のために貯金することに熱心であると。そして SJ の父親が娘に商品を手放す前に婚前契約書にサインするよう促さないわけがありませんって、ありませんと。ミルクはただなのになぜ牛を飼うのかと警告しているのだと。なるほど、はい、今ここに SJ の人っているんですかね。よくなんか SJ が一番多いって言うじゃないですか、はいはい、一番少ないですよねうちには。ここそうで、まあ、皆さんのご自覚では、はい、なんか SJ は見ない感じはします、はいはい、なんとか SJ ですっていう人は、うん、でもまあなんか日本はそんな感じは、あ、教育ベースが教育社会が SJ な感じはしますね。まあどこの国もじゃないですかね。あ、守るためには、はい、まあ、なんか私もなんかこの SJ の雰囲気はあるなとかって思いながら、うん、はい、その人間社会が SJ な感じがするじゃないですか、もう、はい、うん、なのでそういうのはある程度みんな入ってるんじゃないかなっていう。だからなんかその自由恋愛のところ出たじゃないですか、はい、あのこっちとこっちに分けるみたいな、はい、清潔となんて、はい、なんとなく分かるが、はい、いやとも思うんですよね。抱きしめてあげなよって、はい、まあそういうところじゃないですか。そんなの関係ねえよって、はい、まあ、人間の本能的にはそっちなわけじゃないですか。そっちというのは動物の本能的には、うん、はい、でそこにそれだと社会として成り立たなくなってくるので、まあ、そういう道徳みたいなのが出てきて、はい、できてきたみたいな、はい、はい、で特に女性のガーディアンは性の自由がある時代であっても結婚前に限られた性経験しかないのが普通だと。 SJ の場合いい女はしないという態度が常にあると。もしそうだとすれば同調圧力によって性行為に至った可能性が高い。では男性のガーディアンはどうかと。男性のガーディアン SJ は野生の麦をまく機会も社会的制裁も多いが SP アーティザンのように喜び勇んで自由にやるっていう傾向はないと。アーティザンのように喜び勇んで自由にしない傾向があるっていうことですね。なので冗談や性的なゴシップを戯れに首を振り ひどいじゃないとからかいながら、まあ、そういうことは楽しむことはできると、うん、ガーディアンが最高の振る舞いをしようと警戒するのは異性に対してだけであると、はい、なんで、まあ、同性同士だと男性の場合は、はい、ある程度そういう話に乗ることはできる、はいはい、まあ、が結局あれじゃないですか、それが美しいと思ってる、大切にするのが美しいと思ってるので、まあ、男性はやっぱりこう気に入られるのが前提じゃないですか、女性に。女性に、はい、はい、そうすると大切に扱わなきゃいけないわけですよね。あ、自分もそうやって思ってるし、そう、美しいものじゃないと受け入れてもらえないと思ってるから、はい、もう女性の前では真摯にしなければならないっていうのがこうあるんだと思うんですよ。なるほど、はい、だからこう同じ男性同士の中ではそういった下ネタも話すかもしれないけど、はい、女性の前では絶対話さないみたいな、なるべく紳士でいようじゃないですか。なるほど、はい、でもなんかまあパートナーには SJ がいいでしょうね、はい、なんとなく、はい、でそうすると、はい、ちゃんとしなきゃいけないですよ。あ、自分もね、はい、こっちもね、紳士にちゃんとプレゼントしたりしなきゃいけないんですよ。ああ、はい、そっか、そういうせめぎ合いか、はい、なんかどうしてもなんかこの動物の世界って、はい、でも、はい、心しってあるんですよね、はいはい、要は動物ってどうしてもこの多婚社会なので、はい、でも後から来たオスは前の子供を殺すっていうんですよ、はいはいはい、どうしてもその本能的に、うんうん、っていうのはやっぱりこの動物は自分の子孫を増やしたい、はいはい、自分の、はい、っていうこれが大事だとすると、はい、人間もそうだとすると、はい、やっぱりこの低粛なっていうところを求める、はい、うん、でしょうね、はい、結局どのタイプも、はい、すいません